ールを飲んで酔っ払ってみんなで再婚なんかを聞こうという、この後イベントが行われるんですが、今日は JR 鯖江駅前中野商店にてゲストをお待ちしておりますが、今日のゲストはインシストバンド。インシストバンドとはインシストの楽器隊であるシュードックさん、タクさん、タローワンさんによる3人組。生演奏のヒップホップという枠を超え、ソウル、ジャズ、ブルースといった多面的なバックグラウンドをより分かりやすく伝え、チャラや不審のバックも務めるプレイヤー集団なんですが、そろそろいらっしゃるでしょうか。あ、来ました。いらっしゃいませ。どうもインシストバンドのシュードックです。ドラムのタロワンです。ギターのタクです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。じゃあ、まあ、せっかくね、あのバーカウンターでの収録ということなんで、はい、あの、はい、乾杯でもしながら、まあ、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、乾杯。よろしくお願いします。さて、あのインシストバンドとして福井は何度か来られてるんですか？はい、本当に数えるほどで、僕ら主催ではまだ来させてもらったことはないと思います。はい、そうですね。どうですか、あの JR 鯖江駅降りて、はい、最初の感想は？最初の感想、はい、まあ、なんかメンバーが、僕は車で到着したんですけど、はいはいはい、着いた時にこれは住みよいぞって言ってたんですよ。はい、住みよいぞ、はい、ここで泊まった時はちょっと楽しい夜になりそうやなっていう声だけは聞こえました。はい、あの福井に、まあ、何回かあの来られたことはあるということなんですが、そうですね、あの福井のイメージってお三方何かありますか？はい、まさに鯖江はあの、うん、僕らいつもあのやってるイベントの、うん、あのネイバーフードっていうイベントを東京大阪でやってるんですけど、うん、はい、その時の東京編の時の DJ が DJ フェンサーっていう方が実は鯖江の出身で、はいはいはい、いつもその人を思い浮かんだり、あとはあのギタリストの竹内智也さんが鯖江出身やから、その2人の顔がパッて浮かぶっていうのが個人的には鯖江の印象。あとはやっぱりなんといってもメガネの、メガネね、鯖江はね、うん、はい、っていうのが大きいですかね。修徳さんは？僕はバスで来た時あって結構あの近いのに、あのなんかなんですかね、雪とかがめっちゃ降ってたイメージがあって、あ、雪降ってる頃に来たんですね。そうです。だから、うん、あの実は隣ぐらいの近さ、うん、大阪で感じてるんですけど、うん、なんか全く違うなんか雪国ぐらいのイメージでいてました。はい、信号縦ですかね。あ、確かに。そうですね、雪降る木の、うん、雪国ならではのやつやね。あのもう横だとね、あの積もって見えないんですよ。一昔前はね、ずっと横だったんですよ。あ、そうなんですか。はい、割と最近だね。割と最近、そうです。あの LED の信号機が流行りだした頃から結構縦になったんじゃないかなと思います。うん、なるほど。太郎さん。いや、もう僕もあれなんですけど、なんか漆はまたちょっと違うんですかね。あ、いや、漆も有名やで。そうですよね。はい、お箸とかなんかね、それは全くこの福井県じゃないところで、はいはい、福井の漆塗りのお箸を買ったことがあるんですよ。全く違う、はい、ただでもそのイメージがすごいあって、漆のそのまあものってやっぱりいいじゃないですか。そのやっぱその直接植物に触れちゃうと、ものすごいこう荒れちゃうのに、そうですね、ね、それがその植物のその色味を、色味というかその全部落とし込んで、はい、なんか食器とかに使ってるのに、はい、なんかすごい感銘を受けて買った記憶がすごいあるんですけど、それがこの鯖江の町ですよね。そうですね、まあ、鯖江の隣の山立あたりも漆ですし、若さもそうですけど、はい、あ、よかった、なんかお三方とも福井の印象が好印象で、はい、いや、むちゃくちゃ好印象です。いや、たまにね、やっぱりこう、いや、人がとかね、いらっしゃらないですよねみたいな方もいらっしゃるんで、いや、よかったよかった。僕らあの大阪でも郊外に住んでるんで、あ、そうなんですか。むしろ、はい、なんか慣れ同じような感じで、あ、特に多いところに行った方がこうなかなか気持ち的にしんどいというか。そうです、はい、まあ、福井でも、まあ、鯖江はまだこう発展しているというか、人も多い市なのであれですけれども、うんうんうん、当然あの福井はもっともっといろんなね、あの大自然がいっぱいあるところもあるので、ぜひ、はいはい、まあ、ね、あの今日は鯖江駅前でのライブなんですけれども、はいはい、まあ、の大自然の中でのライブをインシストバンドは聞いてみたいなと思うんで、ぜひ、まあ、まあ次回ね、はい、来ていただきたいなと思います。あの修徳さん今サングラスされてるじゃないですか。はい、鯖江サングラス、
と思ったんですけど、やっぱ普段ね、結構サングラス好きでするんですけど、実はなんかこたまたまなんですけど、はい、今日のそのミノビールとの合同のあれじゃないですか、はいはいはい、パーティーじゃないですか、はい、ミノビールの僕サングラスなんですよ。あ、そうなんですね、はい、大阪で買って、はい、そうなんです。最近このサングラスをつけててあれと思って、まあ、今ミノービールという名前が出てきたので、はい、ミノービールについてちょっとインシストバンドの何かこう関係性ってあるんですか？ミノービールは、はい、ミノーがもう言うても関西というか大阪やから、そうですね、もともと有名なんですけど、はい、社長の香里さんっていう方と、はい、仲良くて、うん、それこそなんかバーアドという某寝屋川の、うん、はい、某バーで飲んでた時に香里さんと、うん、そのバーの店主アドちゃんと、はい、で話してる時にちょっとイベントしようやってなってビールフェスを始めたんですよ、はい、そっからなんですか、ね、音楽でもずっとつながるようになって、うんうん、はい、まあ、今ミノビールって、まあ、私の手元の資料によりますと、はい、まあ、大阪の北部で紅葉と滝とちょっとやんちゃなお猿が名物のミノの地で、うん、1997年から醸造をスタートしたビールということで、うん、ミノビールとのコラボで大阪でもいろいろフェスとかも、そうですね、はい、長野県でフェスはやらせてもらってて、滋賀高原っていう、滋賀高原、スノーモンキー、そうですね、スノーモンキーを、はいはいはい、始めさせてもらった感じで、このスノーモンキービアライブっても結構有名じゃないですか。そうですね、うん、はい、ただもうただただ音楽とビールを楽しむっていう、はい、それで始めようって言って始めたイベントです、ね、はい、でまあ、今年はちょっとまあ、コロナ禍、そうですね、はい、ということでね、中止になっちゃったんですが、なんとこの中野商店にはその、まあ、中止になったからこそできたのかどうか分かりませんが、このコンピレーションアルバム、はい、ああそうですね、はい、アナログ版のみですかこれ。そうですね、中野商店さんのお店に届いておりまして、うん、インシストは B 面の1曲目に、はいはい、まあ、この全10曲収録されてますけれども、はい、この収録されている他のバンドさんとかも仲いいんですか？まあ、みんなほぼ知り合いというか、うん、 そうですね、その、 ブッキングを担当してる担当してる関わってるのが僕ら の、 PA のうち、はい、ゴイチエンジニアリングっていうチームの、はい、PA のうちが噛んでるので、うんうん、だいたいみんな多分知り合いというか、うん、界隈、近い界隈で、はい、お会いし、うん、初めてお会いする時もあるんですけど、そういうみんなつながりはあります。おしゃれなねジャケット、本当ですね、うん、スノーモンキービアライブということで、まあ、このスノーモンキーっていうのはどういった雰囲気のイベントなんですか？ちなみにやっぱそのまま雪があって、はい、猿がいてっていう感じですよね、うん、でビールがあってね、ビールがあって、うん、いい雰囲気ですね。まあ、今ほんまにコロナであれですけど、こうなる前は毎年やっぱスキー場がすぐ横にあるので、はいはいはい、うん、でまあすごいその雪もまあいい雪というか、そうですね、滋賀高原ですから、はい、結構高地というか高いところですかね、標高が。だからスノーボーだったりスキーの、うん、海外からの観光客の方とかもすごい多いので、はい、だから、まあ、まあヨーロッパとかだったりからの観光客の方もそのままフェスに参加するっていうパターンがすごい多いので、だから結構半分ぐらい外国の方、うん、そうやね、半分以上かなっていうぐらい、6、7割、うん、外国人、まあまあのイメージですね。まあまあ半分ぐらいはまあだいたいなんか外国人の方を見るっていうような毎年そういう印象ですね。結構そのスノーモンキーめがけて日本に来られる方も多いみたいで、今は海外から。その、うん、もうちょっとそういう話聞くとコロナにくいですな。そうですね。うん、まあほんまにだから寄ってるし、うん、欧米のノリやし、うん、混ざって、まあ、それこそまあ密も密になってしまうといえばなってしまうので、うん、まあ今の時期はねちょっと休みそうです、ね、しゃあないな、せざるを得ないかもしれないですけど。ね、ちなみにお三方はそのコロナ禍の時って、まあ、ライブ もう全くできなかったじゃないですか、はい、ほぼできなかったですね、まあ、2021年になって、まあね、日本中ちょっとずつ音が戻ってきてますけれども、はい、2020年代のコロナ禍って何をされてたんですか？まあ、でも、レコーディングと、はい、
言ったら自宅でできることをずっとやってたんかな、ライブ以外の音楽活動っていうのが制作ごとが多かったよね、うん、そうですね、うん、さっき言ってたあのネイバーフードっていう自分たちのイベントは、はいはい、毎月っていうか、うん、配信で毎回、まあ、休むことなくあのお客さんは入れれなかったんですけど、うんうん、その、はいはいはい、大阪の東京大阪でやってるイベントなんですけど、はい、大阪の会場からはその定期的に配信、まだ止まったことはないな、そうですね、はい、すごい、はい、すごい、そう、ちなみに、まあ、今ほら音楽、まあ、音楽家ですから、まあ、音楽はこうコロナ禍でも止めない、他に何かこうコロナだったからこそ何か他の、まあ、プライベートでもいいんですけど、なんかやったこととかあります、うん、新しい趣味が生まれたと。新しい趣味でもそれこそほんまに今ラジオ収録させてもらっててあれですけど、うん、ええ、自分たちもなんかラジオを始めようみたいになったのが、なんかなんていうんですか、まあ、YouTube でなんですけど、それがなんかすごい、そこになんか自分たちのまあ演奏も載せれるし、まあ喋りたいこととか、まあ、発信したいこととかも発信できるような場をちょっと、なんか時間がかかってというか、まあ時間があったからこそ、うん、まあ、そこになんかたどり着いたというか、こう表現をどういう形でしたらいいのかなっていうのはずっと思ってたんですけども、確かにいろいろ考えますよね、はい、表現の場がなんかそこで生まれたのかなっていうのは一つ、まあ、うん、それだけをやってたわけじゃないですけど、なんかそこにちょっと行き着いたのは最近発見としてあるような感じですね。そうなんだ。で、まあ、この後ねライブなんですが、あのライブの前に、まあ、我々一緒に、まあ、1,2 時間ちょっとあの控え室と言いましょうか、はい、この場所でね、あのお話を聞いたりいろいろしてたんですが、はい、まあ仲いい。あ、本当だ。そうですか。仲がいい皆さん。年齢的にはそんなにあのな変わらないというか、同世代なんですか？そうですね。そうですね。はい、そんな世代が違うまではいかない。でもまあタクが一番ちょっと下ですけど、うん、若い、はい、でもまあこの年になってくるとそこまで世代が違うってことではないかもしれないですね。うん、まあ始まる前まで結構あのお酒をねたしなまれてまして、はい、お酒好きなんですね。本当大好きですね、はい、なんで、まあ、なかなかほらこのじゃあラジオというとこ FM とか AM とかあるじゃないですか、そこではなかなか聞かれないんですけど、うん、まあ、これは多分インターネットでね、あの YouTube などで配信されるということなんで、ちょっとだけあの突っ込んだ話を聞きたいんですが、はい、お酒何か失敗とかありそうですね。ただなんか一つインターネットでっておっしゃってたんで、うんうん、余計あかんやなんか余計広がるみたいな、あかんやないかいと思ったんですけど、全世界の余計言ったあかんのちゃうんかいと思ったんですけど、それ大丈夫なんですか？大丈夫ですよ。ファンの皆さんは多分ねそういうのを聞きたいんじゃないかなと思うんで。失敗とかあれですかね、やっぱり、はい、僕はなんかやっぱり演奏をせずにベースアンプの上で寝てたっていうのは若い時あったっす、ね、ちょっと、はい、それタクまだ入る前やったな。そうですね。でも僕見てましたよ。僕それ見てました。客でいたんですライブの日に出番で、出番そこまで行ったんですね。じゃあそこまでは行きましたね。出番も何もそれこそネイバーフードっていう、ええ、今もやってるイベントなんですけど、今もやってる先の言ってたイベントで、はいはい、で僕その時普通に客でお客さんで、はいはいはい、まあ、飲みながらワイワイ、はいはい、友達と楽しんでて、でまあインシスト主催のイベントやし、最後にまあゲストの方がまあ2組ぐらい出会ってその後まあいよいよインシストっていうので盛り上がって、はい、DJ でまあひとしきり盛り上がって、はいはいはい、ホスト MC の方がさあ次はいよいよインシストっていう時に、はい、まあちょっと小ぶりなベースアンプというか、まあ、そのロックバンドみたいにでっかいベースアンプじゃなかったんで、はい、まあ、ちょっと腰掛けれるみたいな、はいはいはい、そこでまあ寝てましたね。やっちゃいましたね。そういうのありましたね。ちなみに起きたんですか？いや、次の日ちょっと怒られましたね。あのですよね。MC の誰かが僕のベースを弾いてくれたみたいです。今俺が弾いてんぞっていうのは言われました。はい、それも見てましたね。あ、お客さん的にはあのどうだったんですか？いや、なんかやっぱ僕は面白かったですけど ね、 ね、なんかまあまあパーティーやし、まあ面白いな。そういうのもなかなか見られへんもんな、要はな。あと僕入ってからもまあ同じようなケースで、ライブ終わって次の日に、これは逆のパターンですけど、ごめん昨日
俺ライブやってないやんなって言われて、リーダーに、いや演奏してましたよっていう日はありましたね。だから多分気がついたら、はい、まあ家やったとかそういうことなんでしょうねとかやって、うわライブやったのに今なんでここおんねやろ、演奏してないな俺はこれはってなって、多分ほんまごめん昨日俺やってないやんなごめんって言って、うん、いややってましたよもうありました、ね、健康的な失敗談やな。でもそれはまだまあただそれは特例で、うん、まあ大体そういう記憶の時は大体どうせやってへんしどうせできてないし、もうそういうのあかんなと、はい、昔の話なんで。いや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 、はい、太郎さんはなんかないですか？いや僕もものすごい似たような話すごいあるんですけど、なんかね最近で言うとこの1年はやっぱコロナ禍になって、はい、普段あんまり家で飲まなかったんですけど、はいはいはい、家でも飲むようになってしまったというか、こう、はい、でやっぱ家で飲むとこう、まあ、100安心感はあるわけじゃないですか。いや、それはそうですよね。だからこう徐々にこう自粛が解けてきた時に、はい、外で飲む時も同じようなこう感覚で飲んではい、はい、もうスペース配分とか、だからもう帰りとかの電車とかも 100% 寝ちゃうとか、もうなんかちゃんと家帰られへんみたいなことがだからやっぱ増えたなと思って、はい、だからちょっとその辺は気付けていこう、気付けていかなあかんなっていう、はい。あったくさんは？僕もまあありますけど、一番きつそうなお酒飲んでますけど、でも僕そんなにあれなんですけど、まあ一度まあきついお酒とかを飲んでて、はいはい、まあ道で寝た時があったんですけど、うん、道で寝てまあ起きたら大阪の道端で寝てるんで、まあ案の定財布とかはなくなってまして、ポケットから、でまあそれはまあよくあるようなことなんですけど。次の日もまあリハやって、リハでベースドラムのこのお二人に会った時に、昨日こうこうこうで、あのあと財布がなくなりましたっていう話したら、はい、ようこそこっち側へって言われましたけど、ね、もうほんまにそうやなあんまりないもんな、そうですね、僕はそういうのが、鍵なくした、財布なくした、携帯なくした、そんなに寄ってっていうのはあんまりないんですけど、はい、その時はもうベロベロなって道で寝て、やっぱ道で寝たらしっかり財布はなくなるんやなっていうのがで、ようこそって言われました、うん、たくさんがこの3人の中で一番年下、はい、そうです、一番お兄さんみたいですねちょっと、あ、そうそうそう、でも本当そうそうですね、そんなこともないんですけどね酒部門に関しては僕が多分ダントツで失敗は少ない方だと、そうダントツにね、はい、ただ僕でも多分平均センターからしたら、はい、まあ失敗してる方やと思うんですけど、やっぱり優秀なんで成績が、あ、失敗部門の成績がお二人がなかなか優秀なので、いやほら最近ね、ほら若い方のバンドマンってお酒を飲まないというよく聞くらしいですね、はい、ね、なんでね、なんか私は、まあ、多分同世代だと、僕今年44なんですけど、はいはい、同世代だと思うんで、なんか話そういう話聞くと、よかったなって思っていいな、これがバンドマンだよな、そうですね、大体人の失敗聞いてすぐ安心するんでね、やっぱり そうですよ、はい、なんかよかったなと身近に感じちゃうというか、めちゃくちゃ喜ぶんでね、特にこうベースの方はものすごい喜ぶ、人が酔ってる、人が失敗してる、めちゃくちゃ喜んで見てるんでめっちゃ印象悪くなってますね、確かに、大好物なんで、はい、うん、人の心大好きです、もう大好きですね、そりゃもう、さあそしてね、まあ、そう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 、サバエって言ってサングラスって話出たじゃないですか、はい、そうそう、このね中野商店の、まあ、店長の方にサングラス作りませんかって聞いておいてくださいって言われて、それもぜひぜひなんですけど、はい、ちなみに作りましょうよ、どういうサングラス作りたいですか？僕は結構古いやつが好きで、古い、あ、はい、はい、なんかなんですか、ディオールのなんか古いやつとか、はい、なんかこう70年代ぐらいのちょっと大きい感じのサングラスがめっちゃ好きで、はいはいはい、どうせやったらそういうのが欲しいなっていうのは、作りたいなっていうのあるっすね、はい、徳さんはどういうのをもし作るんであれば、なんかやっぱそのサバエのサングラスってなったら、はい、なんていうんですか、一個やっぱブランディングが確立されてるというか、まあ確かにそういうイメージがやっぱあるんで、だからこそもう This is みたいなスタンダード中のスタンダードみたいなんで、
なんか自分たちがかけれたらとか表現できたらみたいな感じは、うん、誰もがこう手に取れやすいような感じ、はい、ようなんとかはどうかなっていうのが、うん、なんか一個そのドセンターっていうのもいいんじゃないかなとかは思ったりします。太郎さんは、うん、手になってきたらやっぱこうちょっと一個スポーティーなやつとか、 あのもういい、僕そういうなんていうんですかね、こう体を動かすの好きなんで、はい、そういうのも試せたらなっていう。ちなみにどういう体を動かす なんかスポーツ。いやでもね、もう今やったらゴルフとか。ああ、いいですよね。はい、ただでもそのサングラスになったらちょっとニュアンス変わってくるんかなっていうのはいやいや今話しながら思ってたんですけど。いや、サバエの、ね、はい、サングラスを作る匠たちは、はい、希望に沿ったもの結構作ってくれる、しっかり。本当に。あ、逆にそういういろんなあれがあるんですか、そういうこういうパターンがあるとか。ね、いろんなね、あのミュージシャンの方作ってくれるんですけど、はい、もう各々違うんですよ。はい、それこそね、あのもうなライブでサバエに訪れて、はい、こうオーダー、完全オーダーするじゃないですか、はい、プライベートで取りに行きますから、ね、送ってもらうんじゃない、もう手渡しで欲しい。自分の描いていたサングラスを手に送られてくるんじゃなくて、もう人からもらいたいっていう人もいらっしゃるぐらいなんで、なるほど、多分ね、希望されてるものが作られるんじゃないかなって、うん、はい、まあ、この後はあのビジネスの話になると思います。そうですよね、はい、店長に丸投げしようかなと思います、はい、まあ、要望は伝えておきますんで、はい、お願いします。世代でインシュドマンとかね、こう出た時にみんながこうサングラス、はい、してるっていうのもいいなと思うんで、はい、ぜひ叶えていただきたいと思います。はい、します。あと、まあ、そうそうそう、今ほらインシストバンド関西、まあ、中心に一応バンド活動されてますけれども、はい、インシストバンドの周りの音楽関係の方ってどういう方が多いんですか、どういうつながりがあるんですか。めっちゃバラバラかもしれないですね。こういうジャンルとかそういうのは。ヒップホップバンドというね、あのインシストっていうとヒップホップバンドっていうイメージがパンとくるんですけど、うん、ヒップホップ界隈のみじゃないってちらっと聞いたんですけど、はい、ロックとかそれこそね、あのジャズとかソウルとかもつながってんのかなと思って、うん、あのまあプシンさんなんかもね、あのつながりもあるんだろうなとか、どういう風なつながりでそういう風な色多ジャンルに動いてるんですか。まあ、単純に活動歴が長いっていうのが多分一番でかいと思うんですけど、活動歴ね、はい、それでいろんな方と知り合う機会が多くて、うん、ジャンル問わずなんか気合った人とはずっと仲良くなれ、なんかさせてもらえたので、はいはいはい、あとなんかやっぱこうヒップホップっていうジャンル自体がここに、まあ、あの、まあ、さっきおっしゃってくれてたみたいにソウルとかジャズとかブルースとか、はい、そういうあのまあ、ブラックルーツがそうなので、まあそういう多ジャンルってよく言われるんですけど、まあ必然的にそのやっぱ僕らもそういう音楽が好きなので、そういう人たちとこうつながる機会がやっぱ多かったんじゃないかなっていうふうには。なんか結局そういうのを DJ でやる場合はレコードからサンプリングとかやけど、生演奏でってなったら結局ヒップホップといえど、鳴ってろとは結局ソウルっぽかったりジャズっぽかったりすることが、で結局生演奏でやってるので、それをやってるからソウルのを中心にやってはる方とかジャズ系を中心にやってはる方とかともやっぱりすぐ距離がキュッとこう縮まりやすい、その道のガチの人らがそうですね、そういうのはあるかもしれないですね。大阪の音楽関係の方ってほんとガチの人多いですもんね。なんかあの僕もともと東京で、はい、あのまあクラブの DJ とか、はい、あとまあラジオの方も、はい、東京とかで名古屋とかでやったことあるんですけど、はい、東京大阪名古屋でちらっと仕事とかしてたんですが、もう大阪の人ガチすぎてもうどっぷり音楽っていう人が多い。なんか商業的な匂いがあまりしないというか、多いなと思って、だからこそなんかね、大阪の音楽家の方っていうのはこう入り込みやすいですよ、音楽好きからするとっていうのはありますよね。あとはほら京都とかでもいろいろライブされてるじゃないですか、はい、で京都だとあのなんかロットングラフィティとか仲いいって聞いたんですけど、これまた多ジャンルすぎての別時期に振ってますけど針がでもなんか、うん、なんでしょうね、ロットンも対バンとかもさせてもらってるし、ですよね、はい、それも知ってて、要はインシストがその昔、まあ、大阪にベイサイドジェニーっていう箱があった時
ぐらいからじゃないの、うんうん、その要はロックとミクスチャーとかができてきたぐらいの時にそのヒップホップとミクスチャーとかのつながりのイベントとかがましたね。おそらくまあ僕、まあ、ドラムのとギターのタクはまだその時インシストのメンバーじゃなかったんですけど、はい、こうシューが要はリーダーとしてインシスト、まあ、どれぐらいの時期なんかな、まあ、結成してすぐぐらいの時にそういう、うん、割とそういうミクスチャーとかとヒップホップ そのバンドのインシストが同じイベントに出るっていう機会が多くてその時のつながりが割と今も続いてるっていう20年ぐらいつながってんじゃないですか。下手そうですよね。ですよね、はい、へえそうなんだ。でこれからなんかこう、まあ、2021年、はい、今3月ですけれども今後なんかねこういうふうにこうインシストバンドとして、今年はライブ活動するとか目標みたいなのってあるんですか。目標はやっぱりこう70歳ぐらいの時にかっこええみたいなのを模索していくのがいいかなと思って、うんうん、はい、へえ、うん、まだまだ続けていきたい。そうですね、はい、あとはまあ、うん、なんかまあさっきの関西のっていう話からのつながりかもしれないですけど、はい、地元大阪で、うん、あのまあ今年はあのコロナもあってちょっと制限もありますけど、うん、フェスをまあ、やってるので、はい、今年のそういう、まあ、年々ねそういう、うん、毎年そういう春の名物みたいになれるようになったらいいなって大阪グッドバイブスっていうフェスがあるんですけども、はい、うう毎年4月にね、はい、4月にあるんですけどそういうのをどんどん70歳までやりたいですよね、うん、それこそ、うんうん、ぜひ続けていただきたい。はい、うん、ありがとうございます。なかなかもう、まあ、私も40超えてこうフェスに行きたいんですよ。行きたいんですけど、うん、体が言うこと聞かないときとかあるじゃないですか。ではもうぜひ我々 の, ううのゆったり見れますんで。そうなんですよ。そう。多分年齢に合った音がたくさん流れるフェスに行きたいんですよ。はいはい。ガッチガチに人にまみれて、はい、汗だくになってっていうのはもう20代にやったんで、はい、いいかなと思いながら。うってつけのフェスやと思うので、はい、はい、大阪グッドバイブスぜひ。4月の29日に429、はいはいはい、もうだから迫ってきてますね。もう約1ヶ月後ですけど、まあぜひね、あの今はまだちょっとね、あの音楽家にとってはちょっと厳しい世知辛いちょっと世の中にはなってますけれども、はい、この状況を本当にあの音楽ファンとしてはあのやってる方はもうなんとか乗り越えていただいてね、頑張っていただいて、またあのコロナが明けた後にあの音楽ファンを楽しませていただけるようにこれからも頑張っていただきたいと思います。はい、ありがとうございます。今日この後あのライブということですので、はい、せっかくなんでこの後多分ね収録の模様の後にライブ音源が流れるみたいなんで、なるほど、この後聞くと思うので、はい、YouTube とかでね見ると思いますので、はい、なんか一言ずつお一人からずつメッセージお願いします。それではあのこれからもコロナに負けず頑張っていきますので皆さんよろしくお願いします。この楽しい雰囲気がこの音から伝わってきたら、僕らも嬉しいので、なんか少しでも、まあ、ライブがあんまりないですけども、お家でなり移動中のイヤホンなりで楽しんでいただけたらと思います。うん、はい、今もちょっとお酒いただいてるんですけどこの後のライブ映像の時にどれぐらい仕上がってるんかっていうのも込み込みで見てもらえたらいいかなと。でしょうね、ねっていうか、かのかを割とちゃんとやったな、逃げ切ったかなのかなのかみたいなのをちょっとそういうところも注目してもらえたら。逃げないでくださいね。はい、ありがとうございます。ということでインシストバンドのお三方でした。ありがとうございました。ありがとうございました。